はじめまして、金田一京介と申します。本郷区森川町の外兵館に下宿している大学講師です。そしてこちらが同郷岩手の天才歌人石川啄木。お金と女性にだらしないところはありますが、僕は彼と彼の才能が大好きなんです。野村さんは中学時代の同級生、面倒見がよくてとても頼りになるみんなの兄貴的存在です。吉井さんはいいところのお坊ちゃんらしいけど、石川くんに何かと対抗してくる、いわばライバル。萩原くんは人見知りで引っ込み思案、それでいて濃い大きい男なんです。平井くんは同じ下宿に曲がりしている文学少年、小説家を目指しているらしく、その推理力は大人顔負け。和歌山さんは旅と酒を愛する歌人、いつもフラッと現れて気がついたらいなくなっているんです。芥川くんは夏目先生から紹介された謎の一高生、クールで頭が良いからドキッとすることをいつも言うんです。偶然遭遇した事件をきっかけに石川くんが探偵家業を始めると言い出した。文学者を志す僕たちは巻き込まれて大迷惑だから、石川くん、僕は反対だよ。君は歌を読むべきなんだから。